さあこんにちは。今日の動画、追加でご質問に答えていく Q&A ですけども、あの貿易赤字についてちょっとお話ししてくださいってことだったんでね、あの据え置いてましたけども、今回答させてもらいます。例えばね、速報で貿易赤字、7月は最大の1兆4367億円が出てるそうなんですよ。えー、貿易赤字っていうとね、赤字って言葉を使うからなんか良くないような気がするでしょ。ね、お金をたくさん払っちゃったみたいなね。うん。でもね、よく考えてみると、 貿易赤字ってことは払ったお金とともにあの製品とかサービスが届いてるはずなんですよ、まあ、つまりは赤字赤字って言うけども例えばね家計で届いてもいいんですけども、えー、今月、まあ、新車を買いました300万払いました給料は30万なんで270万の赤字が出てますと大変だ大変だと思うでしょでも300万円の車が手に入ってそのクラブ車によって経済効果生まれるわけじゃないですか <laughs> そう考えていくと赤字って別に一方的に悪いいわけじゃないんですよだから国の貿易で考えていくと赤字っていうのは買い物の量が多かった売ったものは少なかったとも言えるわけなんですよですんで国内にいろんな製品とかサービスがたまってきてるって考えたらどうなんですかね、えー、今回赤字が1兆4367億円でしょ だからその分だけ1兆円以上の2兆円3兆円の価値が国内にとどまったっていう風に考えることができると思うんで貿易赤字だからって言ってね別に青ざめる必要はなくって、まあ、むしろ貿易黒字っていうのはお金はたくさん手に入ったけどもその代わり国内からのサービスとか製品が海外に流出しちゃったっていう考え方もできるわけですので,で赤字だ黒字だと言ってね貿易のことを単純に語るべきではないかなと思いますし印象も持つべきではないかなと思います。 ただ,しですよただしここまで言っといてあれですけども今回の貿易赤字っていうのはあ,のあんまり良くないんですよ。というのがあの原材料高騰による赤字だか,らですよ、ね、だから今までと製品やサービスがあの国内に入ってきて支払いをしたっていう関係は変わらないんですけども。 あの金額だけ高くなっちゃったんで今までだったら支払わなくていいはずのねお金を、えー、3000億円か4000億円か分かりませんけども余計に払って貿易赤字が膨らんだってことなんで単純に損こいてるだけなんですよ <laughs> うん、うん、ただですねただやっぱりこれも同じ考え方表裏一体なんですけどもあの日本は輸出産業じゃないですかですんで国内で作った製品やサービスを海外に輸出してる部分もあるんですよそうするとそっちの方は十分な利益を上げてると言えますんでね えー、だからどっちもどっちで自分が一体どっちの業種に関わってるのかによって内需中心の会社なのか外需中心の会社なのかっていうことに、えー、よってまあ変わるんじゃないかなと思いますねあとはあらりの関係ですよねあの原材料費がとにかくかかるビジネスっていうのは確かにね痛いですよでも原材料費がかからないような報道とかマスメディアとか広告っていうのは 別にいいわけじゃないですか。だから、自分のビジネスをいつでも切り替えられるようにしておくっていうふうなのが、あ最もリスクヘッジが効いてる形なのかなと思いますよね。で、変えられないんだったら、あのー、何ですかね、業種を問わないようなね、例えば FX とか株式投資みたいなのをやっておいて、ヘッジするっていう方法もありますかね。どちらにしてもお金のことを学んでいけば、 最悪の状況でも最善を尽くすことはできるかなというところでございますもちろん結果がどうなるかっていうのはこれはね超と出るか半と出るかっていうところがありますのでんなかなか一概には言えないんですけどねただ打つ手はあるってことだけを申し上げといて今回の質問の答えにさせてもらいますありがとうございました